こに大事な質問をしたいと思いますが、みんなは結婚はどう問いますか？結婚したい、したくない、そう、ちょっとね、山先生からのんぴよちゃんは、いや、でも私は、まあ、今はですけど、うん、思うのは結婚はしたくない、うん、あ、うん、なんか、まあ、パートナーとかは全然いてもいいと思うんだけど、なんか結構自分の好きなこととかをずっとやってたいっていうのがあって、うん、なんかそう、お互いになんか支え合える人はもちろんいていいと思うんだけど、うん、そのわざわざこう結婚とかで縛らなくてもいいのかなっていう今は考え、なるほど、そうですよね、クールな、クールな、いや、これでクールかも、クールっていうかわがままえ、私はもともとめっちゃ結婚願望あって、そうですよね、まあ、結婚して幸せに暮らして子供作ってっていうのが夢だったんだけど、ここ 1,2 ヶ月ちょっと一気に考えが変わって、ねえ、何があったのかなあ、やっぱり何があったよね、何があった、その考えはね、また直して、直すと思う、なんだろう、もう子供は欲しいし、もう結婚はまあしてみたいけど、なんかちょっとずっと一緒に行ったりするとやっぱ離婚したりとか、まあ世の中で不倫とかあったりするから、なんか冷めるのって悲しいなと思って、お互い嫌になって離婚とかしたくないから、だったら別居婚みたいな、そのちょっと近くとかに住んでるけど、なんかずっと一緒にいると喧嘩になっちゃうんだったら、ちょっとまあ別れて住んで別居婚みたいなのにちょっと興味が湧いてきた、うん、そうだね、なんだ、現実とかある程度自由とか、リアル、リアル、リアル、そう、リアル、リアル。ピコちゃんの結婚感は、うん、気になる、どうしようかな、すごく結婚したい、必ず結婚したいとかはそこまでない、はい、正直、はい、なんか、うん、結構あのいろんな外国人の時にこっちに来てる外国人は多いなんですけど、すぐ結婚してすぐ離婚してるとかはイメージが多い、まあ、ビザのために特に多いから、私はそれがビザ目当て、本当嫌だね、うん、結構インディペンデントにしたいと思って、うんうん、でもいいパートナーがあれば結婚したいの気持ちがある、うん、本当この人は本当いいなって思ったらちょっとだけこの希望があるなんですけど、本当普通の普通はに なれないと思うんだけど、わかる、うちも普通の自信がな ない、うん、結構自分将来的には結婚するよりは、例えば私の事務所を開けたりとか、もう僕にビジネスしたりとか、うん、イタリアと日本どうやってもっとつながれるのか、いろんなプランも考えてるので、うん、なかなか男だと怖がっちゃう、この人めちゃめちゃ強いなって怖がるから、うん、で料理も下手くそだし、すごい子供欲しいとかないからないから、なんかいい人がいれば、まあその時考えてもいいかもねってな感じで、ピースピース仕事を応援してくれる人が良さそうです、ね、そうですね、逆になんなら一緒に仕事できる人とかだったら応援し、それがいいだし、いっぱいしてくれたらいいんですよ、別に同じね、同じコスプレとか、うん、エンターテインメントの人じゃなくてもいいと思うんですけど、うん、理解してくれたら、自由にされたら、それで OK、 理想とかはない、なんかこういう人だったら何人がいるか、日本人とか、日本人好きんですよ、あ、OK、日本人は好きなんですけど、最近ちょっとだけ分かってきたのは、ちょっとだけ筋肉があるのは好きかもしれないね、例えば理想があればとか、筋肉とか、うん、大きい人ってこと、ちょっと大きい、でもそんなに気にしないな、理想があるなんですけど、理想があるなんですけど、その本当その人好きになったら、たまに見た目は全く気にしない、確かにフィーリングで、そうフィーリングで一番強い、私はそうそう、欲しいって言うならちょっと気に入ったら、ちょっと嬉しいな、ちょっとキュンキュンになれて、キャーってなんかキャー、私抱きしめてみたいな、抱きしめてください一緒に来たいよ、一緒に来たい、そうですね理想な男とか逆にありますか、うん、なんか私は、うん、あの例えばディアナちゃんになんかすごい良さそうな男性がいるみたいなとか声とかかけられるとするじゃないですか、うん、そうすると絶対もう超体がでかいマッチョ、マッチョなんかもうこんな感じの
あのマッチョを大体呼ばれること、呼ばれるっていうかこう紹介されることが多くて、私なんか正直すごい細い人が好きなんです。あ、そうなんだ。儚い人が好き。儚い人が好きで、意外なんか意外だね。強い人確かに好きそう、うん、あのちょっとマシになったけど、昔はちっちゃい人が好きで、自分よりちっちゃい人とか同じ、なんか見下ろされるのがちょっと苦手で、あ、そうなんだ。でも威圧感も、そう、最近はちょっとマイルドになって、まあ、まあ自分よりやっぱ身長がちょっと高い方がいいのかなとか思ってきたけど、うん、基本的にはあのコンパクトの人が、コンパクトが、すごい意外だし、コンパクトボールかも、コンパクトボールから、私は見た目だったらなんか180以上欲しい。すごいな、わがまま言いました。なんだろう、前は身長にこだわりなかったんだけど、うん、全然ちっちゃい人も好きになったんだけど、結果なんかあのかっこいいなとか、うん、まあ、オーラ的な意味で、うん、顔とかじゃなくてもと思う人は結構170後半から80以上の人が多くて、うん、やっぱ背が高い人が好きなんだ。そう、背ちっちゃいからかもだけど、うん、とかあとちょっとなんだろう、顔のタイプだと福山雅治とかめっちゃ理想的。身長180cm 福山雅治、それ福山雅治です。尾崎豊とかそういう渋めだね。でも薄い系の日本人が結構好きです。塩顔、塩顔だけどなんか渋くない、渋い系が好きかも、うん、美味しそうな人みたいな。美味しそうな人って何。そうです。守ってくれるっていうか頼れる人がいいかも。なんか包容力とかはあってほしい。そうそう、うん、なんかいろいろお店も決めてくれるっていうか、優柔不断だから、うん、あっちがもうじゃあここ行こうみたいな、リードしてくれる。あ、そう、ちょっと、え、じゃあ、まあ、なんか優しい人っていうか、うん、あとなんか受け止めてくれる人がいいかも。結構変わってるから、うん、そこをなんか引くわとか思われるよりもなんか、確かに、あ、そういうところもあるんだっていう、ちょっと全然変わってる人に見えない、広い心で、そう、本当は変わってる人なんで。何が変わってるの？え、なん、うん、わか、今ちょっと初対面じゃないけど、ネクタイって、はい、結構ね、エリナちゃんとか二人は好きで結構、うん、あのね、いい感じに行ってるよ。え、どういうこと？いい感じに行ってる。お酒飲めばわかる。うん。あー、なるほど。キャンブロックされる。そう、しないことない。やば、きて、面白い、結構いろいろ、ね、面白い、また集まりましょう、集まろう。何が理想なね、うん、この人たちがいたらぜひコメントください。連絡先もください。はい、よろしくお願いします。はい、でも楽しかったです。楽しかった。よろしくお願いします。で、ラフェンスガールズ のチャンネルの方に実はコスプレさせたチャレンジも、プロの、はい、いや、めっちゃ面白かったんでぜひ見てほしいです。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。チャオチャオ。